日本の大学全部行った男、山内大二です。皆さん、こんにちは。帝京大学に入った人が、就活でマーチに飛び込ませんに勝つ方法というお話をしたいと思います。えー、帝京大学入学おめでとうございます。この春からですね、大学生になりまして、どんどん活躍するぞということで、えー、帝京大学、まあ、大変良い学校なんですけれども、帝京大学の先生から聞いた話です。まあ、その先生は、新入生が入ってくると、 1> 1年生たちの前でで最初にこうううやって言うそうですラグビー部に入れどういうことか世間の人は帝京大学を出ましたっていうとおお根性あるんだな営業は強いんだろラグビーやっとったんかと少なくともめちゃくちゃ勉強ができるんですねとは言われないわけですまあこれは正直東大生ぐらいじゃないと言われませんよで重要なことはこの先生がおっしゃってるのは 世の中の人がこうだって言ってるイメージに逆らうなっていうことなんですね。勉強ははすごくできるわけじゃなないいかもしれないがスポーツはやってるんんだろ根性はあるんでしょっていうふうに例えばこれ提供に限らないんですよ国士舘大学とかね拓殖大学とかいわゆるスポーツが強い関東学院とか東京国際とか中央学院とかまあスポーツ強い大学あるじゃないですか。で 決して私はスポーツが強い大学が勉強ができてないなんてことは思いません。ちゃんとやってる人はいっぱいいます。があくまでも世の中の人はこう思ってるっていうイメージってありますよね。実はこのイメージ逆らわない方がいいんですよ。なので実際にラグビー部に入れっていうのは本当に入れっていう意味じゃないんです。世の中の人はラグビーやってるような根性がある人なんだろうっていうふうに思ってるからそのイメージを壊さないように。 自分はこれを頑張ってきたっていうものを大学時代にちゃんと作りましょうっていうメッセージなんですね。だからもちろんスポーツを頑張ってもいいし、勉強を頑張ってもいいし、バイトを頑張ってもいい。でも、何かの分野において自分は根性を発揮してこれを頑張ったんだって言えるものをちゃんと作る。だからこう言ってました。帝京大学を出てスポーツも勉強もできません。部活動もアルバイトも頑張ってませんっていう人じゃと誰も評価してくれないよねと。 これは別に提供代に限らないんですよでも特にスポーツで実績がある学校の場合そういう学校に入ったっていうことはスポーツやってない学生さんも大いに誇りに思っていいです。私だって母校が箱根駅伝で強いと気分いいですからね自分関係ないのに。でもそういうイメージに結構忠実にやってった方が意外と可愛がられるんですね。 若い方可愛がられるのって苦手だと思うんですよ。年配の社員とか社長さんとか地位の高い人たちに反発する気持ちってあると思うんですよね。でも、会社員の最初の頃っていうのは偉い方の話を一応ちゃんと聞く。これは明治大学で聞いた話なんですけど、銀行に入ったばっかりの新入社員で明治大学の学生だった人は、 上司から命令もされてないのに毎朝一番早く銀行に出社して銀行の周りを全部掃除をする自転車が倒れてたら揃えるそれは言われてやってるんじゃないし褒められたくてやってるんじゃなくてやりたいからやってるんですよそうするとさすが明治の学生違うなとまあこれは一つの例なんですけどね何も労働時間じゃないとこまで頑張れって言ってるわけじゃないんですよでも 何か人と違ってこれを頑張ってきたっていうものを作っておくことが大学生のうちも社会に出てからも重要になってくるということを帝京大の先生から聞きましてこれはいい話を聞いたと帝京大学に限らず皆さん今って大学の名前とか偏差値とかブランドっていうものが受験生の段階だとまだうーんってなりがちなんですねでも社会に出てしまえばそうじゃなくて実際の仕事で結果を出したかどうかなんですその時に スポーツが有名な学校を出てるっていう人は根性がありそうっていうアドバンテージを持ってるんですからそれを有効に活用する。帝京大学はスポーツに強い。このいいイメージをうまく自分に乗っけて社会で活躍してください。まあもちろん最近の帝京大学は医学部をはじめ医療系の学部学科が多いので必ずしもスポーツだけではないんですけれどもそれぞれの大学には個性があります。 で自分の入った大学が世の中からこう思われてるっていうものをコンプレックスではなく強み武器に変えていくんですということで頑張ってくださいありがとうございましたごご視聴ありがとうございましたいいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますますた LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付け付ています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください